今回はですね、エクストリームのライズという曲のですね、ギターソロの後半部分、非常にこう印象に残る、フレーズなんですけれども、まあ、冒頭で、ゆっくり弾いてみましたが、このフレーズのですね、練習の進め方みたいなことを、詳しく解説してみたいと思います。で、この曲ですね、アルバムの方の、音を聞きますと、ドロップ D ですね。ですからチューニングをまず、コピーする前に、1弦から5弦まではレギュラーチューニング。で6弦だけを D まで、ダウンさせてください。であとですね、今、現時点でおそらく、ライブの映像っていうのも、いくつか上がってると思うんですけれども、私がチェックしたものはですね、ドロップ D からさらに全ての弦を半音下げて、いました。ですから音源を参考にされる場合はですね、アルバムバージョンのそのドロップ D なのか、ライブバージョンの、ドロップ D からさらに半音下げたチューニングなのか、この点ですね、まず頭に置いてみてください。で、今回はですね、ドロップ D で解説してみたいと思います。で、この部分のですね、フレーズ、解説されてる動画ももう、YouTube 上でも、いくつかあると思うんですけれども、ピッキングパターンとかですね、より詳しい解説とか、あと練習進める上での、ポイントとかですね、コツ、そのあたりを詳しく今回解説してみたいと思います。で、今回、結構笑えるのがですね、私今持っているんですけれども、この LTD の、M ジュニアというモデルでですね、これ実はかなりミニサイズのエレキギターなんですね。で、このギターは当教室で、小さいお子さんが来られた時に最初にですね、試していただく、ために、このミニサイズのギター用意しているんですけれども、今回はですね、このフレーズ解説するとき、このギターを使いたいと思います。これなぜかというとですね、ここの部分のフレーズ、いきなり冒頭、最初のところからですね、かなり左手をこうストレッチしないといけないんですね。で、私も、普通のサイズのですね、ギターで練習始めてみたんですが、結構もう5分10分やってるだけでですね、左手のこの手首のところが痛くなってきましたので、今回はこの小さめのですね、ギターで、解説も進めたいと思います。で、このギターですね、スケールの長さなんですけれども、通常ナットからブリッジまでの、距離でスケールいう場合が多いんですが、まあ、フェンダーで648ミリとか、で、あとギブソンのミディアムスケールだったら628ミリぐらいだと思います。で、このギターのスケール調なんですけれども、ナットからブリッジまでですね、なんと520ミリしかないんですね。ですから今回のようなストレッチが非常にこう厳しい、フレーズを練習するときはかなり、この重宝すると思います。で、実際にですね、今回タブ譜も書いてみたんですけれども、他の方が紹介されているものと、それほど、変わらないと思います。でもこれオリジナルを聞くとですね、最初私パッと聞いた時は、あ、何かこうエフェクターのディレイですね、ディレイを使って、そのディレイ音も、絡めてですね、弾いてるフレーズかなと思ったんですけれども、でも確認してみるとですね、すべての音、ピッキングしたり、あと、左手のこのハンマリングですね、タッピングでこう出されているようですね。で、まあオリジナルとライブを聞いてもちょっとこう出てる音がですね、違うなっていうふうに正直思ったんですけれども、まあ今回はそのライブの方のですね、ヌーのご本人が、弾いてる指使いとかを参考にして、コピーしてみました。で、まずはですね、これ、8小節のフレーズを2回繰り返す、フレーズになるんですが、最初のこの2小節のパターンをですね、完全にこう、まずはマスターしてください。で、このフレーズはですね、こう適当に一音一音鳴らしていたのでは、本物のオリジナルのですね、雰囲気はなかなか出ませんので、まあ、かなり忍耐力がいるんですけれども、まずこれ書いてある通りですね、この指の流れっていうのをまずもう覚えてしまうぐらいまでですね、まずはきっちり練習しないといけないっていうことをまず頭に置いておいてください。で、この1、2小節のですね、パターンというかモチーフをこの後、左手押さえるフレットが変わるだけで実は、
弾いていく弦っていうのはもう最初の 1,2 小節目とずっと同じです。で弦自体は、6弦5弦4弦の3本しか使いません。ですからフレット数だけ言うと最初は、開放弦7フレット12フレットで言ってますね。で、次のパターンは、開放弦7フレット10フレットになります。でその次は、開放弦5フレット9フレットで最後が開放弦で8フレット12フレットというふうになります。であとはですね、指使いなんですけれども、まあ、開放弦は当然何も押さえませんよね。で7フレット、まず最初7フレットは人差し指でハンマリングで音出します。でその後またハンマリング小指で12フレット叩いて音出します。でこれはあとこの後ですね、フレットがどんどん変わっていくんですが、左手使う指はもう人差し指と小指しか使えません。このことも最初にですね、頭の中に置いておくといいです。どうしてもですね、途中何かこう薬指とかでパッと、弦を押さえに行ってしまったりするんですけれども、もう人差し指と小指しか使わないんだということをまず頭の中にこう叩き込んでください。まあ、リズム的には16分音符でずっと進んでいくんですけれども、3つ3音が一くくりになっています。だから普通の16分のようにですね、4つを一くくりって考えるんではなくて、3つを一くくりにですね、まあ3連符で弾いていくみたいな感覚で、フレーズを進めていってください。であとはもうですね、書いてある通りなんですけれども、なかなかですね、他の動画できっちり解説できていないかなと思ったのがこのピッキングパターンですね。ライブでご本人が弾いているパターンっていうのをこうスローで、見ながら撮ってみました。おそらくこのパターンで弾いていると思いますので、この、ピッキングパターンでですね、進めていくといいと思います。まあ、ですからこの 1,2 小節目をですね、しっかり弾けるようになれば、あとはもう左手場所を移動させていくだけですので、そこからは結構加速がついてですね、弾けるようになっていくと思います。まあそんな偉そうなことを言ってますが、私もですね、冒頭で弾いたぐらいの速度が今のところ限界です。ですから、まあ生徒さんと今ですね、練習を進めているんですが、まあおそらくですね、今の速度ぐらいまでいけてると、あとはスピード、上げていく、だけの作業になりますので、あとは時間、かければですね、ある程度は速度上がっていくんじゃないかなと思っています。で、まずはですね、最初ダウンから始まるんですけれども、で712はハンマリングですね。で次が5弦開放弦なんですが、ここからアップ主体になります。あら、ちょっと猫が来ましたね。5弦がアップ開放ですね。でここからがまたちょっとですね、この縫うのがすごいなと思うとこなんですが、通常も5弦開放って言ったら次の7フレット12フレットももう5弦で弾きたくなりますよね。でも実際はこれ12フレットだけ6弦なんですね。でその後はやっと12フレットも5弦に移ると、だから0712といくんですが、ライブの映像を見るとここの12フレットのところでダウンピッキングを入れていました。でその後の開放弦がアップでいっています。ですからこのパターンをですね、まず右手にこう叩き込むという感じですね。ここまでですね。で、ここからも書いてある通りアップで、まあ開放5弦弾きまして、712ですね。で、ここに来てやっと、4弦に移ります。で4弦に移るんですが、見てください、今度7フレット12フレットはまだ5弦のところにいるんですね。だからこういうところもなかなかこれ左手が覚えるまで時間かかると思います。でここの1小節目の最後、また開放弦4弦弾きますが、今度はここ見てください、7フレットは4弦で12フレットは5弦になるんですね。だからこれもなかなか左手が覚えてくれないですね。ですからここの部分は4弦7フレットも5弦12フレットも A の音になります。同じ音ですね。でもここのこの同じ音を出すこのあたりが非常にこのフレーズのですね、ちょっとこう不思議な
響きというのを醸し出してますので、非常にここから大事になります。ですから、その抑えるタッピングするハンマリングする弦をですね、もういい加減に進めないのにっていうのが、コツですね。ですからもうきっちり書いてある通りに練習をしていってみてください。で、あとは、2小節目に入っても同じようにですね、1小節目と同じようにやはりダウンピッキング1回入れてるんですね。ここがやはりポイントになります。ですからここの部分ですね、ここの4弦0からいってでいく最後の12だけダウンピッキングで弾いてますですね。でその後アップで4弦の解放いきます。でこの後は6弦に向かってどんどん、上に上がっていくような感じですね。でこれももう書いてある通りです。本当は4弦0でまたここも先ほど出てきましたね、4弦が7フレットで12フレットは5弦に移ります。でその後は今度、4弦の開放弦の後は7フレット12フレットとも5弦に移ります。で、ここがラストになるんですけれども、5弦開放7フレットで12フレットは6弦に行くという感じですね。で一番最後ですね、これはアルバムもライブどちらもちょっとですね、毎回こう聞き取りにくかったですね。でライブの映像を見てこれを書いてみたんですけれども、これはですね、何かこうリズムの帳尻を合わすためにご本人がタララみたいな感じでタララタラみたいな感じでちょっとこう左手動かしているのが見えたので、今回073を16分の3連にしてみました。でもここの0はですね、ピッキングしてなかったですね。ですからここはその前の12フレットの小指を、まあ、プリングしてちょっと開放弦出してやるといいかなと思います。私の場合でしたらそういう弾き方ですね。12をプリングして開放弦出してパララとっていうような感じになります。ではこの 1,2 小節目をですね、 BPM50 の、速度のカウントに合わせて、2回連続、弾いてみますね、こんな感じになります。 2、3、4ですね。今間違ってなかったですかね、多分弾けたと思いますので、今の感じですね、50ぐらいでこうきっちり、全ての音間違わないようにですね、左手にこうパターンというのを覚え込ませてください。であとはですね、前編、パームミュートを、少しかけた、状態で最終的には弾くのが、いいと思います。でパームミュートですね、かけるのとかけないのと、どれぐらい違うかですね。まずパームミュートをかけるとこんな感じですね。で完全にパームミュート外すと、になります。で個人的にはですね、練習するときに、最初から、まあ、パームミュートをかけられる方は、余裕がある方はかけて練習するといいと思うんですけれども、まずはピッキング、まあ、弾く弦ですね、弾く弦とか、あと、こちら押さえる、フレットとか弦を、覚えてしまうまではですね、パームミュートかけずに、少しこう、大きめのアクションでですね、左手右手とも大きめのアクションでこうしっかり動きをこう覚え込ませるっていう、そういった練習の仕方がいいんじゃないかなと思います。である程度ですね、無意識にこう左手右手が動くようになった時点でパームミュートを入れていくという、そういう順番で弾いていくといいと思います。でこの 1,2 小節目ができるともうですね、実は、もう8割ぐらいできたのと一緒だと思っていただいていいと思います。で次はですね、 1,2 小節目と全く同じモチーフを使って、今度は開放弦7フレット10フレットになります。でここでやっとですね、この間隔が狭くなりますので非常に楽になりますね。
ですから、まあ最初からこのストレッチのパターンで練習するよりもこの狭いところのフレットの感覚でですね、まあ同じパターンですのでこのモチーフを練習していただいてもいいかなと思います。ここでまた同じパターンでですね、弦も、ピッキングも同じパターンで弾けるようにしてください。こんな感じですね。こんな感じですね。で、3段目次は、ここもちょっとストレッチになるんですね。開放弦5フレット、9フレットになります。でも、パターンは全く同じですので、0、5、9。まず確認してここで同じことをやります。で、最後は、0、8、12、ここもまあ比較的狭いですね。でここで練習するのが、個人的にはおすすめですかね。ここ非常にこう響きが、不思議な感じが一番出やすい箇所なので弾いていても、少し弾けるようになると楽しいです。この最後の感覚のところ8フレットと12フレットで練習するのがいいかなと思います。こんな感じです。で、まあ全てのパターンですね、最後の3連符結構、きっちり今私弾きましたけれども、最後の3連符はさっき言ったみたいにですね、まあ、次に向かってのリズムを整える役目ですので、この3連はそんなにですね綺麗にダララッとあんまり音が出なくても、こうノイズっぽい音でやってもいいですし、音がおそらくアルバムのやつもゆっくり聴いてもですね、なんかこのあたりのリズムが何か8分音符の3連みたいな感じになってたりですね、いろいろ聞こえるところがありましたが、とにかくですね、この書いてある通りにまず、リズムとか、弾く弦、叩く弦というのをですね、間違わないようにも覚えてしまうというのが一番いいと思います。で、実際このフレーズはですね、8小節目まで行きまして、もう一回繰り返すんですね。で、もう一回繰り返しまして、最後の8小節目でチョーキングで終わってますよね。最後、こういったハーモナイズドチョーキングですかね。こういうチョーキングで終わるんですが、このチョーキングは2弦13フレット。で、3弦が、12フレット。で、3弦だけをチョーキングします。こういうハーモナイズドチョーキングですね。で、これをどこに入れるといいかというと、アルバムを聞くとですね、ここの最後の8小節目の2拍目ですね。ここが終わった後に3拍目から2回ですね。このチョーキングを入れてやると。いいと思います。ですからそこにちょっと入れる感じで2拍目まで弾いてチョーキング、ちょっとゆっくり弾いてみますね。このような感じですね。でもライブだとちょっと違った、かもしれませんけれども、アルバムの音源を聞くとですね、2拍目まで弾いて次チョーキングで終わるというような感じになっていると思います。ということで、今回エクストリームのライズという曲のギターソロのフレーズ、解説してみました。とにかくですね、最初にも言いましたけれども、このフレーズかなりストレッチが厳しいですので、手を故障することがないようにですね、十分注意して、練習をお楽しみください。現在、コータミュージックではプレミアムチャンネルを運営しております。プレミアムチャンネルではギター演奏上達に役立つ様々な解説動画、用意しております。もうすでにですね、200本近い、動画ご覧いただけるようになっておりまして、いずれの動画もですね、YouTube には一切アップしていない、動画ばかりになりますので、ご興味おありの方はぜひチェックしてみてください。ホームページの URL はこの動画の下の動画概要欄に貼り付けております。ぜひチェックしてみてください。この度はご視聴いただきまして誠にありがとうございました。